以後第二潜水艦。以後第二潜水艦は、第二本帝国海軍の潜水艦。一型潜水艦、巡戦一型の二番艦である。1944年に、ラバウルからトラックへ向かう途中で戦没した。1923年、大正12年の大正12年度、官邸補充計画により建造計画がされた。1921年4月25日に、 第75潜水艦と命名。1922年2月10日、海軍大型74型に番艦に定められる。6月15日、艦型名が異号型巡船型に改正。川崎造船所で1923年8月6日、寄港。1924年11月1日、東京一等に艦型名が巡船型にそれぞれ改正されるとともに、 艦名を、以後第二潜水艦に改名した。1925年2月23日浸水。1926年7月24日に、竣工した。同日横須賀鎮守殖席となる。8月1日、伊には、姉妹艦の位置と共に、第二艦隊第七潜水隊を編成する。1927年1月15日、第七潜水隊は、 1> 第1艦隊霊下となる。7月1日、第7潜水隊は、横須賀防備隊霊下となる。9月15日、第7潜水隊から除かれる。1928年9月10日、第2艦隊第7潜水隊に編入。12月1日、第7潜水隊は、第2艦隊第2潜水戦隊霊下となる。九百三十年十二月一日、 第7潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1932年10月1日、第7潜水隊は、横須賀防備隊霊下となる。1933年11月15日、第7潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊霊下となる。1934年9月25日、艦固名が、巡戦1型に改正。 11月15日、第7潜水隊は、横須賀鎮守レーカとなる。1935年1月10日、横須賀に停泊中の意味は、在日ドイツ海軍駐在部官、パウル・ベネッカーの視察を受ける。1936年12月1日、第7潜水隊は、第1艦隊第1潜水船隊礼化となる。年月日、イニは、 姉妹艦の E1、E3、E4 のほか、E5、E6、戦艦長と、道の区、春名、霧島、慶巡洋イ伊ズと共に、多度津港を出港し、長江川口沿岸で23日まで、作戦行動を行う。1938年6月1日、艦片名が、E1 型に改正。年月日、第潜水隊は、 潜水母艦長芸、第8潜水隊 E7 と共に、第6艦隊、第2潜水船隊を編成。これは、先代の第2潜水船隊が1939年11月15日付で、第3潜水船隊に改名して、以来、2代目となる。太平洋戦争開始時には、第6艦隊、第2潜水船隊第7潜水隊に所属。 1941年11月16日、イニは、稲田博少佐、海兵51機の指揮下に、横須賀を出港し、オアフ島沖合に進出。真珠湾攻撃では、オアフ島北方沖合で、紹介任務に就く。12月31日、マウイ島下古ル砲弾10発を発射。1942年1月9日、イ18が発見した。 米空母レキシントンの捜索に向かう。その後22日にクエゼリンに到着。24日にクエゼリンを出港し、2月1日に横須賀に帰島した。2月12日、イニは横須賀を出港し、16日にパラオに到着して、特設運送船富士山丸から燃料補給を受ける。17日に出港し、22日に セレベスト南東岸のスターリング湾に寄港。22日1630に出港した後、オーストラリア南西沖に進出する。3月1日、バリ島南方で輸送船2隻へ向け攻撃を仕掛け、内乱貨物船パリギー、パリギー1172トンを、放雷撃により撃沈した。パリギーの生存者8名はやらに救助されたが、やらも4日に、従順洋艦あたご、 高尾、マヤ、駆逐艦嵐、野分けの攻撃を受けて沈没した。二日、もう一隻の輸送船こと、乱火客船、ジェネラルバースピック、ジェンダルバースピイク、1213トンに攻撃を仕掛けるも失敗。11日未明、のパダン南方60海に地点付近で、カルカッタからパダンへ向かっていた、A ブリティッシュインディア海運火客船、チルカ、チルカ、 4360トンを発見。0023、チルカの左限後部の近くに浮上して、砲撃を開始し、チルカも応戦した。その後、イニは25部の間に14発を命中させ、チルカの搭載砲を使用不能にした。このため、チルカは、機関停止と、救難信号発進の誤送引退去が行われ、その後の地点で沈没した。14日、イニは、 ペナンに到着した。22日、イニは、ペナンを出港し、31日に、トリンコマリー沖合に到達。偵察と、気象情報の通報に従事する。4月7日、中型貨物船を撃沈したと報告したが、連合軍側に該当船舶はない。15日、シンガポールに到着。21日に、シンガポールを出港し、5月1日に、 横須賀に帰投した。6月10日、アリューシャン攻略作戦の支援を行うべく、特設運送選定用丸から燃料補給を受ける。翌11日、横須賀を出港。20日、計算海戦に到達して、紹介20時。7月17日、ダッチハーバー南方100回に地点付近で、ソ連商船とタンカーへ、砲弾24発を発射したが、 高天により命中しなかった上、接近するカタリナを発見して、先行退避。8月1日、横須賀に帰島して、整備を受ける。20日、第2潜水船体の解体に伴い、第7潜水隊は、第6艦隊付属となる。9月8日1200位には、横須賀を出港し、15日にトラック島に到着。17日にトラックを出港し、26日に、 ショートランドに到着。この時、駆逐艦綾波と天霧が大発四隻、4隻、88、式7.5センチメートルや先行車砲1門、軍用トラック1台、96式中、迫撃砲若干をショートランドまで輸送しており、イニとインはこれら輸送物資と大発をガダルカナレ島へ輸送することになった。ショートランドを基地として、ガダルカナレ島へ4回、 ラッセル諸島へ一回の輸送任務に従事した。10月11日日没後、カミンボで輸送物資を下ろしてからガダルカナル島西方沖合に向かうが、途中で変速装置の不調と空調装置の故障に悩まされた。12日2100、サボ島西方沖合で米区畜間マッカーラを発見するも攻撃地点への移動に失敗した。あと、 サボ島西方15階立地点付近で、古鷹のものと思われる空の救命ボートと水蒸気のフロートを発見した。11月3日、イニはトラックに寄島し、特設工作艦浦上丸、特設潜水母艦、ヒ枝丸による修理と整備を受ける。19日、イニはトラックを出港し、22日にラバウルに到着。日にラバウルを出港し、 25日にショートランドに到着。27日、ダイハツと輸送物資を搭載して、ショートランドを出港し、29日に仮眠房に到着して、輸送物資を下ろす。しかし、途中でダイハツが、機関故障を起こし、後に自震処理がされた。イニは、その後出港し、12月2日にショートランドに到着した。3日1630。 輸送物資20トンと便乗車17名を乗せて、ショートランドを出港し、5日夕方に、仮眠房に到着して、輸送物資を降ろす。しかし、病人が館内で発生した。胃には2300に出港し、12月7日に、ショートランドに到着した。9日、輸送物資を乗せて、ショートランドを出港するも、11日に、遺産の沈没を受けて作戦が中止され、 13日に、ショートランドに到着した。14日、ショートランドを出港して航行中、米海軍潜水艦は風に発見され、魚雷3本を発射される。魚雷はすべて外れ、外れた魚雷の爆発音で、イニは、攻撃を受けたと気づいが、航空機からのものだと判断していた。17日、トラックに到着する。1943年1月16日、イニは、 トラックを出港し、20日にラバウルに到着。22日、ダイハツと輸送物資を搭載して、ラバウルを出港し、26日に仮ン棒に到着するも、航空機と魚雷艇の紹介を受けて、予定を1日延期した。27日夕方、浮上して、輸送物資15トンを揚陸中に魚雷艇2隻に発見される。胃には、作業を中止して先行し、 カミンボを出港した。三十一日、ラバウルに到着する。二月九日、イニは、ラバウルを出港し、十一日、ショートランドに寄港し、沈没時に、機密文書の処分が不徹底だった。イチの来撃処分に向かう。十三日夕方、カミンボに到着して、イチを捜索するも、暗闇による視界不良で発見できなかった。 15日夜、ビチの捜索中に、米魚雷艇の爆雷攻撃を受けたほか、哨戒機の追跡を受ける。なんとか振り切ったものの、損傷を受けたため捜索を中止し、18日に、ショートランドに寄港した後23日に、トラックに到着。26日にトラックを出港し、3月5日に、横須賀に到着して、整備を受ける。16日、艦長が、森永正彦少佐。 海兵59機に交代。4月1日、第7潜水隊は、第5艦隊に移籍する。15日、艦長が、板倉光場隊員、海兵61機に交代。5月22日1430位には、キスカ島撤退作戦に参加するため横須賀を出港し、27日0407に、バラムシルに到着。三十日零八零零位には、 弾薬を詰めた箱250箱、12.7mm 機、銃弾140発、7.7mm 機、銃弾2380発、小銃弾2800発、郵便物47個、資料品3個、食料若干を積んで、バラムシルを出港。6月4日1820、キスカ島キスカ湾に到着して、輸送物資を揚陸し、海軍兵士18名、 陸軍兵士4名、後員17名、技術者3名の、計42名と、海軍兵士9名、陸軍兵士4名の遺骨、計13柱、航空基地用物品、ガス容器25本、打核薬莢弱干を収容して2 0 0に出港。8日1955、バラムシル島、片岡湾に到着する。この時の停泊中、体内で発生した水難事故を契機に、 板倉館長は、館内の酒をすべて処分しようとして、上院と共に、館内の酒を飲み尽くした。主演の間は、酒の飲めぬ上院に看板を見張らせ落水防止のために絶対誰も看板に出すなと言明したが、その党の板倉館長が、看板に上り、部下に異常ないか、誰も看板に上がっていないなと確認した後に、看板から立ち小便をしている最中にバランスを、 崩して0度近い水温の海に転落し気絶。見張り勤務の部下に救出され、甲板上で蘇生措置を受けて救死に一生を得た。その後、この騒ぎに気づいた特設潜水母艦、平安丸、日本優先、11,616トンから、いかにされしやとの信号を受け、胃には艦長が海に転落したことを誤魔化すため、敵車救助訓練を実施せり。 作業完了、異常なしと返信した。この騒ぎで、板倉館長は、不死身のあだ名を立てまつられる。11日1400、胃には 120mm 広角砲弾40発、25mm 機、銃弾3000発、郵便物10個、食料約6トンを積んで、片岡湾を出港。16日、農務の中を北へ向けて、浮上構想中に、簡易確認を行い、 そのまま航海を続けた。その後、簡易確認の結果、バレディア島の岩礁のそばを通過しており、奇跡的に座礁せずに済んでいたことが分かった。翌17日051 5キスカ島南西沖合5回立地点を、浮上構想中、米軍のレーダー射撃を受け、左舷探偵格納庫に被弾するも不発。急速潜航を行ったが、その後7時間にわたって追跡される。その後、 機関室から若干の燃料漏れがあり、急いで被害調査が行われた。18日1605位には、キスカ島七夕湾に到着して、輸送物資を揚陸し、海軍軍属31名、陸軍兵士3名、陸軍軍属6名、計40名を収容して1645に出港。22日061号に、片岡湾に到着した。 29日1600、イニは、第一水雷戦隊によるキスカ島撤退作戦、第二期作戦の支援のために、片岡湾を出港。7月5日2345、アムチトカ島近海を、ノームの中浮上構想中、板倉艦長は、殺気を感じて、急速先行。直後、海面で砲弾の炸裂音がした。この時、イニエ、 米軍からのレーダー射撃が行われており、毎発回避に成功。その後18時間にわたる追跡と爆雷攻撃2回を受ける。爆雷攻撃では、爆雷7発が至近で爆発したものの、逃げ切ることに成功した。9日、アダックシマクルック湾北型沖合に到達して、紹介と気象情報の法を行う。13日夕方、浮上充電中に爆撃を受けるも、 先行して回避する。15日、作戦中止を受け取る。22日、キスカ島が、米艦隊に砲撃されているとの報告を受けて、キスカ島へ向かい、超音で複数の艦船の行動音を聴取するも、ノームにより敵艦隊の死人に失敗。24日、再度第一水雷戦隊によるキスカ島、撤退作戦、第二期作戦が行われるためアムチトカ島北東の、 D3 回戦に到達して、作戦支援を行う。29日1625、アムチトカ島、コンスタンチン湾にある、米軍飛行場の砲撃に向かうも、ノームにより中止。8月4日、片岡湾に到着した。6日に片岡湾を出港し、11日に横須賀に到着して、整備を受ける。9月10日、横須賀港内にある、 吉倉防波堤に衝突して勝破したため、修理を受ける。10月9日、伊には横須賀を出港し、14日にバラムシルに到着。15日にバラムシルを出港し、アリューシャン列島西方で、紹介任務に従事する。11月1日、アムチトカ島沖で輸送船一隻を来撃により、撃沈したと報告るが、連合軍側に該当船はない。 12月1日、横須賀に帰島して、整備を受ける。20日、艦長が山口一世少佐、海兵61機に交代。1944年2月1日、第7潜水隊は、第6艦隊に復帰した。3月10日、意味は、横須賀を出港し、19日に、トラックに入港。26日、輸送物資を乗せて、トラックを出港し、4月2日に、 ニューブリテン島、キンベワンに到着して、輸送物資を揚陸して出港。4日にラバウルに到着。同日ラバウルを出港していくのを最後に、消息不明。11日にトラックに到着する予定だった。アメリカ側記録によると、7日0630、ビスマルク海を紹介中のベイクチク艦は、超音で先行中の潜水艦を探知。0 6 4 5 爆雷急発を投下し、その30分後に再度爆雷急発を投下した。この攻撃後、海中で2回の爆発音を聴取し、0723には重油の流出を確認した。これが意義の最後であり、艦長の山口一世詳細下乗員110名、全員戦死。沈没地点はニューハノーバー島、西北西50里地点付近。5月4日に、 ニューアイルランド東方面で戦没と認定され、6月10日に除籍された。撃沈総数は2隻であり、撃沈トン数は5532トンである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。